いや大抜きがずっとここにいたら面白いけどな。確かにすげえバカ。伝説伝説です。また伝説通ってんねやろうとか見ながら毒殺し、あ抜き動いた、ついに動いた、ついに動いた、抜きしてるから、ついに動いた。いきますか、いきますか、はい、はい、はい、じゃあね、サコちゃんがタイムリミットあるから早くやろう。いや大丈夫やって、大丈夫やって はい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 、ディレクター、ディレクターです、ディレクターです、サイティスサイ、開けてきてよ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 、俺ベホマラーで、石殴るより先に開けてきてよ、先に開けてきてよ、ジャス先に開けていいよ、先に開けていい、あ、こいです、じゃあ先に開けます、そう、損だから、損だから、先に開けたら、はいはい、開けます。あ、そうかそうか、これ時間で回復するんですもんね。そう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 、あれ、あ、ディレクター、どうやって、ディレクターか、ディレクター、ディレクターです、ディレクター、はい、はい、またかよ、またまたかよ、めんどくせえな、またかい、なに、写真、あー写真、めんどくせえな、写真はめんどいな、もう早くラボ開けるのが一番楽しいよな、ラボ開けたいな確かに確かに、しかも今回サイエンティストだからめっちゃ開けたかったのに、ラボ開けるの一番楽しい、開ける意味がないもんな、そうそう、サイエンティスト開けた後は近接作ったらいいんですよね、これめっちゃ開けたかった、開けた後近接、そうそう、お前は近接いいよ、あと、まあ、時間あれば巻き、時間あれば巻き。はー、写真確認。巻きは絶対やん。ベリー買ってまーす。あ、ベリーより多分あれの方がいいよ、イタさん。あの、巻き作った方がいい。いや、そうなんだけど、俺いつもシックリンしてるから。うん、今一番普通入ってます。あ、出てきまーす。ベリーやってるわ。あ、ベリーやって。俺もシックルだからベリーで。ベリーで、ベリーやっとくわ。ジャンプ作ってきまーす。キャンプ作りました。キャンプ作りました。ナイスー。じゃあちょっと写真を拾えない。写真確認、写真確認。いやでもまだわかんないよね、どっちにしろ。わかんないよな。まだまだ。まだ、チェリー3つ、チェリー3つチェストに入れとく。チェリー3つチェストに入れとくね。チェリー3つチェストに入れときます。序盤では本当にわかんないからね。チェリー入れときますけど。あの作って、じゃあどうかな。ポットパイ作って、これポットパイ作れるんだけど、作れるんだけど作る？作って作って作って、チェリー入れとく、チェリー入れとく。あ、好きなの。いや、あとさ、人狼組むとマジでバアホ。あ、ギャスよギャスよ、お前あのこれ、あのボーガンだけど、お前が持って、お前が持って、ディフェクターのお前が持って、ボーガンだけど。ボーガンで毒やわ、毒やわ絶対お前が持って。暇そう、そんな危ない、みんな準備 OK？ 毒やわお前が持って、お前がディフェクター以外が持つ。ポットパイ落とすよ。めんどくさいから。ポットパイ落とすよ。ポットパイください。はいよ。あ、間違った、これだ、薬草だ。はい、肉もないよね。いや、梅さんが、梅さんが、いや、待って、梅さんが買ったはず。ポットパイもらいました。ポットパイってもらえるの？ポットパイもらった。もらえたら欲しいな。あ、じゃあいいよ。ポットパイ。あ、ポットパイ、あ、もう一個あるよ、もう一個あるよ。ワンチャンスあるから。みんなのために。これさ、さっきと同じ場所じゃね？さっきのゲームと。木がないやつ、木がないやつ、俺切ってるよ。木がないやつ拾っていいよ。キャンプファイヤー作っていいよ、木がないやつ。落としといたから、いいよいいよ、いいよいいよ、切ってるからあげるよ。準備できた。俺拾えないから、拾えないから、はい、拾えないから、持っていいよ。俺、カリジャ作っときます。え、どうする？どうする？もう行けるなら行こう。行けるなら行こう。行けるって行けますね。ギャストケースケに襲われたのが。そろそろ行かない？そろそろ行かない？そろそろ行かない？行こう行こう行こう。どことどこだっけ？もう一個、もう一個。ちょ、待って、44で行った方がいい。さすがに。左上と下、左上と下。板田持った？俺下がいい、俺下がいい。じゃあ、俺も下行って。誰か下行って、下行くよ、4人で。梅ちゃん、下来ない？はいはい。行く行く、ちょっと待って。あ、いいや、もういいや。チェリータの下、4人で下行ってるわ。チェリー来て。はい。行きます、行きます。俺は左上ね。俺は左上ね。俺は左上ね。左上、左上。オッケー、オッケー。ケロケロ回復して回復して回復して。スコップスコップ。チェリーは甘く見ない方がいいよ。あ、チェリーパーあったらチェリー。サコさんなん、サコさんなんで払うの？ありがとう。いや、今、落ちてたよ。左上行こう、左上行こう、左上行こう。落ちてたから落として。左上行こう、左上行こう、サコさん左上行こう。左上？左行こう、左上行こう、左行こう。行って行って。左上。ちょ、それ俺のスコップ、ちょっと俺のスコップ、そう。ごめんごめんごめん。そうそう。左上行っていい、左上行っていい、左上行っていいよ。これなんだ、これなんだ。ウサギ、ウサギ、ウサギ。あ、ウサギだ。ウサギか。大丈夫、左上。固まっといて、固まっといて。武器装備しない、武器装備しない、武器装備しない、武器装備しない。オッケー、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 怖いよ。武器装備した瞬間殺します。武器装備した瞬間殺します。スコップを武器と、スコップを武器と間違えて。スコップ持ってるこの人。あ、ちょ、さすがにこいつは殺す、そいつは殺す。クマ殺そう、クマ殺そうか、すみません。クマ、はいはいはい。ちょ。
見えない見えない見えない見えへん。誰が誰だか分かんない。ちょ俺やられてる。こいついる。左下左下やつ、嘘。左下やつ、あれ左下やつ、人狼。あーこっち人狼来たチーム、やばい。あーやられたー。静かにしろよ。大抜き梅原坂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 これも無理だ。あーもうこれはやったな。終わったわ。僕ねやられましたね、これはね。しゃあないね、これは。いやー俺ちょっと警戒してたんだけどね。あ、そうだったな。逃げなかったわ。まあしゃあないね、これは。いや、だって同じチームになっちゃったもん。さすがにきついね。さすがにきついわ。 2-2 で2人やられるのやべえな。さあ、あっちのチームに、あの、もう、もちろんね、私に早く開けないとゲージ回復しないから。あ、そうかそうか。あの、ケースさんも、あの、回復して、で、速攻で、あの、教え回復が一番わかりやすいから、こいつら。あれ俺は、俺は、俺は、飯がいいか、飯がいいか、飯がいいか。俺にもちょっと、飯気づくから、こいつらバカだから気づかないから、そんな。あと、俺も取るわ。時間差でやるか、時間差。俺、飯やるわ。俺、飯やるわ。じゃあ、3トンパイって、あったか。飯やりましょう、飯やりましょう。飯やった、飯やった。あー、やっぱり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 、ケンさん、ケンさん終わった後、違ったやつ、もう一回。ナイス、ナイス、ナイス。あ、2人死んでる。やばい、これ。最悪だ、2やられた、気づいた。気づいた。だから、あっち側にいるやつ、俺ら以外の、もう白角、こっち側、白角、白角、白角。うん、白角。オッケー、オッケー、これで、ケンさん、ナイス。あれ、これだ。さあ、これで、日本対2でめっちゃきついけど、こいつらに頑張ってもらいましょう。俺らでもう一回やらなきゃいけないから、俺らでもう一回。バカ振動中見ようぜ。この中に1人いて、向こうに1人いる可能性も全然あるから。おじさん4人のバカどもの振動中。いや、さすがに2人死んでるから、2ロボだと思うよ。今2回回復されたから、うん。まあね、まあ2人は死んでるよね。あっちに1人で2人殺せないと思うんだよね。まあね。うん。2回回復されたんですか？2回出た。あ、そうなんだ。2回気づいてないんかい。サンタロバカすぎるだろ。うん、飯とね、回復でね、ちゃんとずらす、違うやつしたのに。超わかりやすくした。いや、そうそうそう。俺梅原。スーパーバカだな、こいつら。あ、でもね、2に入れれればいいんだ。人間っぽかったやつって誰かな。あっち誰なんだろう。ケロケロ入れれ。黒人。うん。俺通用してる。あ、でもそっか、3票入れない。全員一梅原に入れとこう。全員梅原、黒人来てるこいつ。どっちだこれ。これ梅原かな、サコさんかな。何隠します？俺隠した。みんなね、各自に隠した方がいいかも。ああ、OK。あ、OK。いや、4人白だ。各自隠し。4人白だ。4人白だから同じとこでいい。同じとこでいい。ああ、これ確かに過半数だから、22で2できんのか。そうそうそう、できるんですよ、今だったら。これやってないよね、でもね。いや、だバカだからやってないです。だって誰が生きてるか分かってないから。あいつらも難しいんですよ。はいはいはい。そうそうそう。追放しましたってよ。いや、そうだけど。気づかない、気づかないふりして、あ、どうだったとか言って、遅い遅い。いた瞬間遅い確定。そうそうそう。なんかアップデでね。あ、これ、それ、いたさんの、それ、いたさんの。あ、まあそうですね、確かに。いた瞬間、殺しか。3人じゃなくてもいけるっぽいよ。うん。いた瞬間、追放。左上どうだった、左上。誰がどうだった？演技の練習してる。伊田さん。演技の練習してるよ。言ってる言ってる。ほぼ言って言って言って。演技の練習してるよ。多分この辺。演技の練習してる。面白いな伊田さん。あの？左上どうだった？わかんねえ。アクター伊田さん。やるね。劇団。劇団熊田。言ってるね。いいね。この三本木の下だね。あれ？これ多分いけるよ。あ、ここだ。これ多分いける。ね。これ来た。これ来た。ナイス。来た。ナイス。ちょっと待って、あ、ここにいるメンバー白いから、ここにいるメンバーはもう白角で置くから、あの、2個ぐらい持ってばいいかもね。一応もう1個。いや、一応持てんなら3つ持ってもいいんじゃない。あ、俺2つ持った、俺2つ持った。え、1人ですね。まあまあいいよ、いいよ、いいよ、いいよ。次のやつ俺が2つ持って。ねえねえねえ、写真の、あ、じゃあこれ N 行ってる、N 行っちゃってる、N 行っちゃってる。あれ、写真の一番右が、この、あれだよね、なんつうのこれ。これなんて言えばいいの。神社の神社の神社神社全然説明できない。早稲田早稲田早稲田出身だ。これを神社と言ってます。しかもなんか青くなってる。どこに神が祭られてるんでしょう。さっきのとかも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 さっきのとか
リー、テリー、それさっき考えても電線ゴーって聞こえたから。ああテリー、シーフか、これむずいよな。どこだ、あれこの辺じゃね、どうかな、俺シーフだけど。あったやばい、巻き持ってる、誰か巻き持ってる、もちろんもちろん、オッケー、もちもち、はい、行くよ。まあね、俺と探してるよ。来てお、抜きさんいいじゃん、木の近くで、いいよ、効率いいよ。さすがにこれはしてるよ、木の近くで効率いい。木切るか、ここだよ、ここだよ、ここ。あ、てか、ここ、あったまりながら木切れた。え、どこ抜きさん、それ考えてんじゃないですか。右って、右って、右。右、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 それ考えてやったんじゃないですか、抜きさん。ちょっと違うんです。食べ物探してきますよ。これ、まずいな、適当。早稲田、早稲田出身。待って、探していく、探していく。やばい、やばい。いた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 普通にかなりきついっすよね。メガクマが俺の方ばっかり来ちゃった。木3本のところ。うん。行くしかない。左ねー。ちゃんとリーチ考えたんだけどね。回復上げてよ。ざっくり行きますよ。ざっくり。俺の攻撃？ごめんごめん。長いな。チェリーだった。多分チェリーだった。どっちか。気づいてない。いや、俺、気づいてないっすよ。バカだから。全然気づいてない。これは逆にマイナスコードをあいつらにやった方がいいかもしれないですね。梅原たち。そっちの方がいいかもしれない、これ。まあシーフ、俺シーフだからどっちが勝とうが知ったことはねえんだよな。まあ確かに。見つけたよ。あ、爆弾置いてんだこれ。やるね、爆弾置いてるわ。第一に。すごい。すごいね。オリス。ドグラさん、いかがですか。俺。オリクさん。それ欲しいよな。デリー。さっき全然出なかったな。デリー。はいよ。マジでおらん。マジで。戻ろう。ドグラさん、ドグラさん。戻ろう戻ろう戻るよ。オッケーです。オッケー。でもオルキさん、オルキさん。オルキさん。はい。ちょっと探してる。なんか開けたな。なんか箱開ける音聞こえた。箱開ける音聞こえた。オッケー。箱開いた。家行くよ。家行くよ。家行くよ。家で、はい。ああ、俺だと思っちゃってる。俺だと思っちゃってる。じゃあ体力余裕あるんで。行っちゃう？行っちゃう。あ、じゃあ頼むわ。え、ちょっと一応箱落とすから。ねえ、行ってます。取れたって。あ、取れた、取れた。2つ入れたよ。2つ入れた。オッケーです。じゃあ、あとダンベルと、あと1個何やろ、ダンベルと。ダンベルとあと1個何やろ。ケースケ追放に変える？あと、俺追放にするとどうなんだ？喋んなかったからケースケじゃないのかな？これ分かんないですよね。どっちか分かんないですよね。この判断めちゃくちゃ難しいやん。いや、それでもケースケに入れるんじゃなかったっけ？やったっけ？いや違う、うん、違うんだ、うん、あれ第一なんでできてないの、どうなるんだろう俺、あのさ、あの一番初めの2つ入れてないんじゃない、俺入れるわ、あ俺も入れられる、入れて入れて、俺入れる、1個です、あとチョコだけ、チョコだけ、チョコ俺入れます、あじゃあ、あれまだか、あれ修理、はい、はいよ、ナイス、はい、下と左下、大抜き毒塗った、あ、いや、なかったっすよね、大抜き毒塗ったっぽい、いいぞ、下なかった、下はなかったから左下だね、左下っぽいね、そうですね、左もない、誰か飯持ってる、誰か飯持ってる、あ、今ベリー開きますね、お願いします、腹やばい、オッケー、ベリー3つあげれます、いや、俺シックルだから、サンちゃん、はい、これ毒塗ったから一人人狼殺すために残ってたもありかなと思って、今机に、あ、なるほど、うん、強いじゃん、確かに。どうします、じゃあ俺と3人、一応ボムを3つ仕掛けて、9分だから間に合わねえだろな、これで、またどっか行きますわ、あの下の箱を、第2が第1周期して全部入ってるっていうパターンやったらもう激アツ、そうだね、あっさこれ両方とも箱行くんですごいな、佐古さんか、やつら待ち伏せしてもいいですけどね、どうしましょうね、あ、チーム制しようか。俺も作った。結構遅延になりそうですね。こっちが死なさえしなければ。なんかいなくなったからいいんだ。うん、そう。死なんかったら。俺ちゃん。命大事で。いや、もう、だいぶ前にいなくなった。武器はないですね。え、ないですか？あー、なるほど。チーフ？毒防護やったら1個あるけど。オリキさん？あ、マジですか？うん、いる。1個欲しいですね。1個欲しいですね。はい。
大貫さんこいつ隠れてる。大貫さんこれ隠れてますね、こいつ。第一に毒だったら殺そうとしてるんですか。そうそうそう、それをちょっと今見張ってんだよね。なるほど、大貫さん頑張る、頑張る。でもね、でもね、両方ともね、あれなんですよ、2人の人狼の話、これね、タブ切り替えで赤いトランシーバーも消えるようになったんですよ、今。知ってます、ケイさん。赤いトランシーバー消える。ここにいて、梅原たちの声聞こえるんですよ、人狼同士のトランシーバーも。俺ら、死亡は。あ、本当だ。そう、これで聞こえるから。だから、大貫さん、今ここでいい読みして、一人殺そうとしてるんだけど、毒だから。だけど、あれですよ、あいつら2人とも第二行ってるんですよ。だから意味ないですよ、ずっと一人で無駄にしてた。電線の影が見えてるよ、ね、これ。本当だ。頭いい。大抜き、ちょっと大抜き見守ろう。あ、すげえ。あったじゃん。梅原見に行って。あ、でも、あ、でも、あれ、サコさんが第一壊しに行ってるわ。あ、あるぞ、これ。おやだ。サコさん、大抜きあるぞ、大抜きあるぞ。来た、大抜きあるぞ。いや、サコさん戻った、サコさん戻った。ちゃんと戻った。ただ、そう、地雷がある。1行けって1。大事く。イタザンメディックやから、イタザンなるべく狙えるやったら狙って。はい、大丈夫。気持ちいいね。バクバク。いいえ、っと待って、なんか狙われてるかも。ちょっと、うん、ちょっと、やばいね。あ、おばちゃん下にいる。おばちゃん下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 。どこら行ったよ。やばい。あ、梅さん、黒人さんの服かぶってる。僕。いや、梅さん、梅さん、あれ。あ、どうする？ちょっとやばい。バクバーン！ナイス。あの下が踏んだ方が一番いい。下が踏んだ方が一番いいね。どうするこれ。いや、どっちかやんなきゃダメだよ。下結構体力あるからな。うん。梅さんと。無理だ。あー、やばい。ダメだ。逃げよう、一回。ドグラシボー。イタザン毒、イタザン毒、イタザン毒。ドグラシボー。あー、この二人か。いいって。梅さんどうするどうするゲロ吐け、ゲロ吐け、ゲロ吐け。これ逃げ、うわ飲んでるこいつ飲んでるこいつ飲んでるこいつ飲んでる弱くなったらやってやる。あ、無理だ。やばいあー、毒かかってなかった。ごめん、イタザン死んだ俺。大抜き一人でずっとあそこで隠れてる。え、大抜きさんどこで隠れてる。あの、いや、第一の裏、第一の裏。ダメだよ、お前。毒塗ってるから、毒塗ってるから。サコさんだ。サコさんだ、これ。大抜きさん。なんで。あ、大抜きまだいる。火でバレると。火で動いた。火で動いた。お、なんか武士が来た。なんか武士が来た。いやー、大事ですよね、弾を取るってのは。いやー、楽しいわ。火でバレると。大事ですよね。全員死にました。あの、4人死にましたよ、これは。なんで？火でバレると。いや、なんか、火でバレる。火でバレる。さん、なんかあれの、なんだろう、第一に毒塗ったから、隠れて殺したいって言って、それそのことをみんなに言わないで、ああ3人で言ってくれって言われたんですよ、俺に。あと、いたざんだけ。ああ、しかも何が、みんなが死んだの知らない。みんなが死んだの知らない。スーパーバカなのが、こいつ、第一の裏に焚き火やってるのバレてんの、これ。見えてるから、これ。バカすぎる。なんか煙出てる。煙出てる。すげえバカだ。寒いからね。おらんもんな。4人できなかったな。これもう無理やな。これはもう無理。いや、これも無理やな。どうしましょうね。退屈ですね、こうなっちゃうと。第一妨害しに来ないかな。で大抜きは一生第一待ってるから。どことかね。第二いるのに。ってんのか。いつまで待つんだろうなこれ。こいつバカだからずっと。メガブリ来たよ、メガブリ。すげえ待ってましょうこれ。すげえバカ。マジでバカ。戦況も何も分かってない。スーパーバカ。超アホ。ただ時間を使うだけ。浪費してる。たくなんねんで。ただの時間。抜きさに気づかせるか。白いとこ白いとこ。視聴者とか全員が踏んでいくねんで。全員が待っている。そうだよ。確かに。いや、大抜きがずっとここにいたほうが面白いけどな。確かに、すげえバカ。伝説です、また伝説。どう通ってんやろうとか見ながら。毒殺し。あ、抜き動いた、ついに動いた。ついに動いた、抜き。ついに動いた。割とみんな素直に。いた。ついに動いた。素直に白いとか歩いてくれる。いた。あとこれみんな死んだやつね。左側のタブってやつを切り替えると。いた。あのトランシーバー赤いところにしとくと、あ、みんなさ、これ聞いて、トランシーバー赤いところにしとると、死んだ人聞いて。あ、わかりました。まあ、俺はじゃあここで待っときますわ。まあ、どうせ勝ちなんですけど。え、冷やしたの気づいてない。あ、大貫さん、どう？あ、いや、来ない。うんとね、こっち仕掛けて待ってたんだけど、来ない。どうそっち状況どうなの？今何やってんの？みんなこれ赤いトランシーバー消えるよ。今梅原たちの声も聞こえるからね。死人に言ってます。そうあの左側のさ、どうやってトランシーバーを赤いとこに切り替えれば、赤にすれば梅原たちの声も聞こえる。あ、で右上にここに聞こえるから取って。なんだった？そうなんだ。左下の赤いやつ、あのトランシーバーを赤にすれば。いや、もうあのバトルになっちゃって見えなかった。あの左下にあって、そう素材。
多分俺吹きたい。本当だ。いいでしょこれ。マジか終わってる。大丈夫。これ2人無理やろ。2人無理無理。じゃあ3人いないと無理だから。結構持ってる。ねえ無理っすね。煙は最悪だ。煙見えてるからね。武器か。頭隠す、尻隠さず、地で行ってるから、これじゃ無理だよな。絶対来ないよね、これ。いや、まいや、さ、往復すんじゃない？どうしよう。しかも残り2分半だから、こいつ、青じゃダメなの？台に行くつもりないっていう、絶対勝てる。勝つの無理だ。相当無理っすね、これ。さすがに暇やな。まず、バトル勝てないもんね。梅原、暇って言ってるから。絶対赤6で666なら完成する俺まだ何もないから最初の一番最初にサバイバーをいかに殺せるかなんだよな確かに当たり殺したんすよねいきなり俺と交換された最初であれけど痛さ急いで先で速攻殺されたマジで時間ない俺逃げる気満々だったんだけど逃げれなかったてかもちょっと住んでるけどねそうしたらシーフだったらしいないからあのおっさんどもマジよほんまあ爆弾だったまあそうなるよね来る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 ね助けてああでもねあれだから2人ともいますよ今あ抜きさんあ抜きさんどっくれたどっくれたあ死んだ撃ってくれよ撃ってくれよお抜きさん応急持ってるやるこれ素材はおっ抜きさん1対1伊藤さん、武器を持ってない。伊藤さん、武器を持ってない。伊藤さん、武器を。伊藤さん、何やってんの？伊藤さん、武器を持ってない。何やってんの？なんで武器ない？伊藤さん、何やってんの？素手で。めっちゃ振りかぶってる。めっちゃ振りかぶってる。オープンだ、これ。今、伊藤さん、多分武器捨てて。武器捨てて。武器捨てて。素手で。お前、素手で。スピードファイターだろ。スピードファイターだろ。こらーって、こらーって。なんで武器持ってねえんだよ、こいつはよ。体育教師みたいになってる。体育教師みたいになってる。サゴさん来た、サゴさん来た。なんか戻ってきてる。伊藤さん、飛び道具。緑のカードあげました、緑のカード。あー、負けた、こいつ中央差し返してきた、切れそう。パンチ、パンチ。殴り合って殴り合って全然変ねなめぷなめぷやばいサコさんなめサコさんなめる2人で殺し合え2人で殺し合えよ2人で殺し合えばいいじゃねえか俺もスイッパイタやる俺もスイッパイタやる俺もスイッパイタやるサコセか興奮剤飲んでいやマジか梅サコ強興奮剤飲んでパンチがやべえいや申し訳ねえなパンチならなかったんすけどあ、ケイスケあれかなんで武器持ってないのいやあ、いやもうね、あれにかけた、物資にかけた、666にかけたあ、そういうことかなるほどねそうそうそうなるほどいや、いたさんよかったよ、振りかぶってて振りかぶっててよかったよケイスケはシュートやったあれ、いたさんさん突然素手やったおもろすぎてやばかったな確かにいたさんがもう全部、全部持つって言ってで、一応666に2人でして、666だったら一応完成できるから。いや、てか、あれ、第一なんて来なかったの？すげえ振りかぶってるモーション、アホっぽい。いや、アホっぽい。第一なんて来なかったの？第一講師なんて来なかったの？いや、もう行く必要ないかなと思って。あー、そうなのか。うまいな。ああ。第一に張ってる声が聞こえたから。あー、やっぱそうか。無視しとこうと思って。そうだよな。サンちゃんにだけ伝えたんだけどね。サンちゃんにだけ伝えたんだけど、聞こえたとか。2人おったからやめとこうと思って。ああ、なるほどな。